ちょっとレッスン終わりでボサボサで失礼します。ただいま。ただいま。お家に帰ってきましたよ。こんばんは。明日は HK 広島こいラジ。やっほー、こんばんは。ただいま。うわ、寒い寒い。帰ってきたばっかりの家はこんなにも寒い。皆さんお疲れ様です。一日、生誕祭まであと2日になりました。ひゃーん。チェキ会のチェキもまだデコレーションできていません。一体いつできるのでしょうか。こんばんは。ただいま。今日はたくさん踊ってきましたよ。今月はもうほぼずっと踊ってる。いっぱいライブがあるからいっぱい踊っております。踊りまくりだよ。みんなこんばんは。そう、踊りまくり1ヶ月間って感じなので、ショールームもできるときにやる感じになりそうです。もう先月もさ、舞台で全然配信できなくて、ちょっと12月いっぱいみんなとコミュニケーション取りたいんですけども、ちょっとね、どれくらいレッスンがあるかわからないので、また活動の方を優先しながら配信の時間も取りたいと思ってますので、皆さんお時間が合う時にぜひ来てください。絶対に来てねとか言わないので、私もさ、こっちの都合でやらせてもらってるから、みんなも来れる時に見に来てね。無理せず見に来てくださると嬉しいです。よろしくね。こんばんは。ちょっと髪も結ぶね。まとめちゃうわ。もう2期生の周年の瀬取りが楽しみすぎて、楽しみまんすぎます。やりたかった、もうずーっとやってみたかった曲とかがもう結構あるの。懐かしの曲もあれば、ずーっとやってみたかった曲とかも多くて、めっちゃ嬉しいんだよね。お楽しみにだよ。なんか適当に結んだらすごいことになっちゃった。そうなの、めっちゃ楽しみです。こんばんは。どうも。今日はじゃん、駅様の T シャツでレッスンしました。エキサイティングサマーの徳島の駅様の T シャツです。あと今日は休憩時間にクリーム玄米ブランを2種類食べました。イエーイ。2種。こんばんは。2種。今日はカカオのクリーム玄米ブランと80キロカロリーのチョコのクリーム玄米ブランの2種です。ちょっと本当に豆乳カスタードがどこにも売ってなくって買えないんだよね。なので2種。あとアイスもちょっと贅沢して2種、アイスを2種買ったんですけど、チョコモナカジャンボ間違えました。ジャイアントコーンの黄色とハーゲンのなんだ、なんちゃらチョコカスタード、ん、カスタードなんちゃら期間限定のやつを、ちょっと今日レッスンいっぱい踊ったし食べちゃおうと思ってちょっと贅沢しちゃいました。
贅沢マンダメだぞ、贅沢しすぎだぞ私。あさって生誕だって言う前に食べ過ぎだぞ完食。こんばんは。今日は X にサンタさんの写真載せました。半ズボンサンタ載せました。トレーラー映像見てないけど上がってるのはいいね押した。ちょっとまだ今帰ってきた、レッスン終わったばっかりで帰ってきたばっかりやからまだ見れてないけど、いいねだけは押しました。また明日以降告知します。ちょっと今日は昨日 TikTok に上げてもらったエレタンさんのあのやつを告知したから、またちょっとまた見ます。本当にさっき本当に今帰ってきたんよ私、今帰宅したばかり。こんばんは。だから SNS はまだ何も見えてない。パセリアのネット、パセリメールもこの後見ます。本当にもう情報に遅れそう今月。多分 SNS とかさ見るより振り動画とか見る時間が多そうだから、ちょっと情報に遅れるので皆さん、あの流行りのものとかいっぱい教えてください。今 TikTok ではこれが流行ってるよとかあったら教えてください。そう13日雨マークね、何日か前から消えてた。私が雨降るらしいって言った次の日にはもう曇りマークだった。そうなんですよ。こんばんは。こんばんは。17ライブ、あそう17ライブもぜひダウンロードしてください。もうちょっと配信媒体多すぎて皆さんもういろんなアプリを入れてくださってると思うんですけど、ちょっと次は17ライブをダウンロードして私も配信するので、来週ですね、来週私の配信日なので順番に回ってきますのでお楽しみにです。お楽しみに。そうなの、みんないっぱい言ってくれてるよね。ショールームもだし DMM とかニコ生とかね、 Hulu とかいっぱい入れてくれてると思うんですけど、今回は17ライブです。よろしくお願いします。こんばんは。お、さっきダウンロードでした。早いね。あ、そうミクチャとかいろいろさこれまでも配信あったけど、今回は17なんですよ。そうなの。元旦12時の新年会までに帰宅すればいいって言われたからギリいけそう。もしかして限界チャレンジしようとしてる？大晦日公演楽しんで元旦の12時までに帰ろうとしている。すごいすごいです。こんばんは。みんなお元気かな。私はめっちゃ元気なんだけど声がまたね、あの今日のレッスンでカサカサいっぱい歌ってだから1日声やられたよ。いっぱい水分取ります。この後もう乾燥しまくり、レッスン場もう冷房暖房冷房暖房カサカサです。加湿器の導入をお願いいたします。え、なんかのど飴食べ過ぎたら良くないってね、西村奈々子さんが書いてた X にマシュマロがいいって書いてた結構前に。
でも私マシュマロ食べれんのよね。誰かマシュマロの代わりになるような知りませんか。マシュ、今回あのクリスマスマーケット広島でやってるやつのホットチョコレートがマシュマロ入りやったから、あ悩む、ホットチョコレート飲みたいけどマシュマロ悩むと思って諦めた。牛脂確かに潤いそうやけど脂質えぐいよ。ジメジメした性格の僕をレッスン場に置いてみないか。おもろい。ジメジメでなんかすっごい妬まれそうな性格や。ジメジメ陰湿な性格ってこと。めっちゃ陰口とか聞こえるように言ってくる、もしかして。ジメジメした性格怖いよ怖いよ。こんばんは。唐揚げなどにいいって聞くよね。ね、ラーメンとかもね聞くよね。私舞台期間中めっちゃラーメン食べた。ラーミョンとか鍋とか食べてました。その結果があれです。あの熱が出てガサガサゴーヤマンでした。結果は出ませんでした。やっほやっほ。もつ鍋いいね。冬だね。なめくじハート、ワンチュー、ジメジメなめくじ、なめくじハート。ラーメン爆食いや新種のやらげの帰ってきてから行けてない。広島帰ってきてからちょっと早くあのラーメン部1年前の12月末はリンコとサーヤンと3人で二郎系ラーメンからのパフェはしごしたんですよ。だからちょっとラーメン部が1年活動してないことになってて、今の段階でちょっと早く活動しなくっちゃ廃部になっちゃうわ。ラーメン部、ラーメン部。でも今むくめない月間だから私コンサートいっぱいでむくめない月間なので、ちょっとまたいつか。お寿司もそう、リコちゃん、アイコ、ヤンとお寿司もよく行ってたんですけど、回転寿司最近行ってないですね。もう半年もっとかな、全然行けてないですね。行けておりません。もうそれも1年ぐらい経つかもしれん、もしかしたら。最近は私ソタロ以外と出かけてない、全然恐ろしいです。2日後の生誕祭の MC、 私のエピソードありますでしょうか。こんばんは。心配だよ、とっても。ちょっとやばそうだったらみんなが客席から参加してください。客席からね。そうユニバのクリスマスも今年は無理そうだから、また来年。ドンキーコングね、行くたびに見えてるんですよ、あのメインのあのドンキーコングが。ハリーポッターエリアから丸見えなんだよね。もう最近さ、ショールーム中にさ11枚目シングルの曲が頭を流れるの。口ずさまないように気をつけよう。ある日森の中、クマさんに出会った、花咲く森の道、クマさんに出会った。
と口ずさまないように違う歌を歌いました。いや全然違います。こんな感じじゃない、こんな感じではないよ、安心して。森のカバさんクバ、あ、森のクマさんカバーは来てませんってしたら森のカバさんクマって言っちゃった。カバさん、森にカバいないよ。カバさんクマ間違った。ジャングル、ジャングルだ。どんどんどん、ドンキー、ドンキーホーテ。びっくりドンキー行きたいです。びっくりドンキー。ちょっと今はもう一日踊ったから脳がもういろんな曲が流れてるのね。でも何を歌ってもネタバレなの。2期の周年コンとか。11枚目シングルとか今頭に流れる曲全てがネタバレになるから、だからもう今脳みそをちょっとここオフにしないといけないけど、そうするとこう話すことがうまくまとめられなくて今曲に脳を支配されてます。やばいです。困った困った。全然披露しない曲歌ってカムフラージュしよう。ガンバーランバーなんでんかんでん、ガンバーランバー、ガンバーランバーあいちゃこいちゃ、ガンバーランバー、ガンバーランバーなんでんかんでん、ガンバーランバー、ガンバーランバーこいちゃこいちゃ、ガンバーランバーね、デンデラリューバー出てくるばてんでられんけんでーてこんけんこんこられんけんこられれんけんこーんこん。ネタバレ回避した。トゥトゥルトゥルトゥルルルルトゥトゥトゥ、これはガンバランバ体操っていう曲。ガンバランバ体操だよ。ネタバレならない曲なんだろうな。アルゴリズム体操。トゥ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 、あっち向いて振ったりで前ならえ、こっち向いて振ったりで前ならえ。私はアルゴリズム体操の方と相互フォロー。相互フォローだよ。もうツイートないように共感と思って、そういつも見てる。そうです、いつもここからさ、したら帰ってきて驚き、もう結構結構前だけど、今年の頭とか。とけとけ邪魔だ、とけとけとけなんとかなやつがいるんですよみたいな、それ違う、くるくるポコ。驚き桃の木山椒の木なんちゃらかんちゃらかんちゃらら。ねえカラオケ配信とかしたい。濃度やばそうだよね。また今度しよう。いつもまた今度、なんか毎回さ喉いたわってまた今度ねとか言って一生今度が来ないんだけど、今度っていつ、いつなの。神のお酒ほろ酔い、いつでもいい、歌いたい、いっぱい歌いまくりたいんだよ。
17ライブ何話すの？何もわからないんです。何を話したらいいんでしょうか。話す内容なんか台本みたいなのあるのかな、進行表みたいな。私最終日とかだよね。だから他のメンバーの参考にします。サマーチョコレート、そう、19日木曜日の22時の人です。私は時間制限がないので、加入した頃から24時まで OK なタイプの人なので、今回最終日20日か。21日か、最終日。私は19日木曜日22時です。イエイ。本当はその日恋ラジもあったんですけど、明日になりました。チェンジになった、明日になりました。ホームページ変わってるかな。この前まで、何日か前までね、木曜日はサッチーって書いてたけど、私なんです。明日サッチーと思って聞く人ごめんだけど、私だからね。よろしくお願いいたします。お便りお待ちしてます。いやでもね、いやそれで変わったわけじゃないと思います。もともとどっちも入ってました、予定には。だからあれかな、2期のレッスンとかそういう周年に向けてもあるからかなって勝手に思ってるけど、わかりません。サッチーのお仕事の都合とかかもしれないし、わかりません。あ、尾崎セリカになってる、ちゃんと。明日尾崎セリカ、ゲストはシネマ尾道支配人の河本さん。自身の映画館シネマ尾道でのこの1年の話題や思い出などを聞きます、だそうです。明日は映画についてだって。ドクター X が見たいです。発表会しなきゃ。私失敗しないので。そう、今日はひーちゃんでした。ひーちゃんからのパーちゃんです。はい、あずみとね、ちゃんと喋れたよ、昨日ショールームで。あの NMB シアターのあずみの煽りが良すぎたって話を昨日ショールームに熱弁したんですよ。したらあずみも配信中だったらしくて、なんかパセリが褒めてるっていう話だけ聞いたらしくて、でもう本当にあずみと一緒のグループで活動できることが嬉しいよって言って話しました。でも昨日のショールームでも言った通り、あの熱量であのサイズ感で言えなかった。あの簡潔な感想みたいな、よかったよみたいな、いや本当感動したよみたいなお話し会あるあるのね、昨日話した。本人を前にすると言えないみたいな、見つめ合うと素直におしゃべりできない、天の弱な心出ちゃいました。やっぱり案の定です。無理でしたわ。なので岡田あずみさんは昨日の配信を見てください。昨日の配信の熱弁ぶりを見てもらっちゃって、本当にいいからみんなアーカイブで見てね、 DMM で。あのね、少女たちよの感想の安住の煽りと、愛の重さ前の安住の語りがもう良すぎるんです。もう本当に熱い女で最高なんです。本当に最高。ああいう何、もう本当気持ちの高まる煽りができる人って素敵、憧れちゃう。本当に素敵なの。詳しくは昨日のショールームで語りました。見てください、もう最高だから。早く一緒にライブしたいなと思った、あずみと。
年末に見れるかな、見れるよ、来月まで見れる、1ヶ月間見れるアーカイブし、多分誰かしらがまた今後もね選ぶと思う、セレクトのやつで絶対選ぶよ。見ちゃうと推しが増えるかもね。私も今言った後にね、あやばい、みんなに 2.5 期と3期の公演をおすすめしたらみんな推し増しするわって思ってた、ちょうど、あやばい、私今勧めちゃったけど、みんなが軽い気持ちで見始めてハマったら帰ってこなくなるかもって思っちゃった。帰ってきてくださいね、本当にすいませんけど、帰ってきてもらってもよろしいでしょうか。ちょっと帰ってこない人ちらほらおるんやけど、行ったっきりの人早く帰ってきてもらっていいかな。寄り道が多いな、困っております。増えない、帰ってきてよね。往復で、往復切符でお願いします。往復で取った方が安くなるシステムにしようお得なシステムにしよう。ラン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 帰ってこい。千と千尋の神隠し、あれね、あれ私顔なしが追いかけてくるの結構トラウマないよな、来るなーっていつも思って見てる。でゼニーバの家着いたら落ち着く、その気持ちが、うんうん、平和平和と思って、あそこから一気に平和になるよね。ね、なんかさ、あの電車に乗るまで結構慌ただしいじゃん、追いかけられてやばいやばいみたいな焦るじゃないですか。なのに電車乗った後から急にさ、まったりした時間になるで、ハクが迎えに来て本名をね正解して、で豚クイズも正解して平和に終わる。実はここが旅先、えあれ第二の実家だよ、ここは旅先ではないのです、第二の実家なのです。豚クイズ、豚クイズなんて言ったらよかったかな、お母さんお父さんクイズ、ここにはいませんのやつ。ちょっと金曜ロードショー次何よ、この前アナ雪してたでしょ。私さ、年末年始のテレビ全然情報終えてないから、みんな教えてよね、私何も知らないんだからね、よろしくね、よろしくお願いします。次の金曜ロードショーホームアローンだって、みんなホームアローン2だって。ホームアローン本当にあれよ、ドタバタ、気持ちがハラハラする、逃げて逃げてってなっちゃう。ケビンケビン、ホームアローン、いやー冬ですね。ホームアローンの次がライオンキングらしい、来年。心配ないさ、ライオンキング、え違う
みたいなやつがあって、この前そのお風呂入った時に「はーすめんにゃー」みたいなやつのタイトルを知りたくて YouTube で「はーすめんにゃー」みたいな、なんか自分の脳内にある言葉で YouTube 入力したら普通に出てきた。すごいね、すごい YouTube の検索欄ってすごい。ライオンキングの動画は普通にヒットしました。え、出たよ、検索結果に出たんですよ。びっくりですね。ね、最近の検索履歴、私の検索履歴なんだろう。あ、 iPad だから全然意味ない。iPad の検索履歴はショールームで全部話してるやつだ。デジカメとか何も意味なかったです。 STU 福袋とか調べてるから、ヨドバシカメラ福袋とかコイラジとか、うん、何も面白みのない結果でした。みんなは検索履歴人に見せれますか？私はもう何を調べたかすら覚えてない。何調べてるんだろう私って、何調べてるんだろうかいな。触覚今収納されてる、この適当にくくった団子の中に収納中。アマゾンの履歴、確かに私のアマゾンの履歴何があるんだろう。オートミールだわ絶対。私が今年一番買ったものオートミールです、確実に。オートミール、まつげ美容液とかです、柔軟剤とか、超日用品だよ。商品ばっかり買ってるんだから。私の注文履歴、まずモバイルバッテリー、シューズラック、チェキ会用に買ったポスカ7色セットと、ポスカ細字金色のペンとイヤホン、ヘアトリートメント、充電器、オートミール、サプリ、洗濯機の糸くずフィルターの替え、あと喉にいいやつ、コスメばっかり買ってる。コスメばかりです本当に。あ、オートミールまた買ってる。あ、またオートミール買ってる。めっちゃオートミール買ってる私。1回でね4袋くるんですよ最低でも。でこの前12袋も注文したから、そんな頻繁に頼むだね私って。あとシャンプー、ヘアスプレー、ヘアブラシ、お話し会のコスプレ、オートミール、サプリ、歯磨き粉、洗濯洗剤、コスメ、以上でした今年。2023年は私は大晦日にオートミール4袋注文してる。2023年の大晦日にオートミールを注文している女です。そしてコスメ、オートミール、サプリ、パイプユニッシュ、おー、柔軟剤、ヘアスプレー、ゆきりんさんの本、オートミール、シャンプー、サプリ、オートミール、アイスすくうやつ、ビッシャー、お話し会用のコスプレ、サプリ、オートミール、
充電器サプリ、オートミールサプリ、お話し会用のポンポンサプリ、お話し会用のポリスコスプレサプリ、モリジオセット。モリジオセットはアマゾン限定の塩と固める器とお皿2枚入りのやつとミココスチュームシャンプーサプリオートミールねえ、私オートミールばっか。2年前はどうだろう。2年前の私、サプリサプリ、スマホケース、リップ、お掃除のやつ、歯ブラシ、間違った、歯磨き粉、ヘアオイル、サプリ、充電器、シャンプー、オートミール、クレンジング、お話し会用のコスプレサプリ、コスメ、ヘアオイル、サプリ、オートミール、サプリ、コスメ、サプリブランケット、ヘアマスク、シャンプー、歯磨き粉、レッスンズボン、サプリ、扇風機、乗り物酔いの薬、サプリ、体重計、コスメ、オートミール、あとはアマゾンプライムでコンフィデンスマンの映画を買ってる花は誰のもの初回版やばい、めっちゃ買ってるよ私、花は誰のもの初回版、あ、5枚でした。とお話し会用の特攻服、めっちゃ買ってるじゃん私、コスプレも、サプリ、エゴマ油、ブレンダー、オートミール、お話し会用のセーラー服、サプリ、お父さんのタンプレ、ティッシュケース、スマホスタンド、お話し会用のチャイナ服、オートミール、サプリ。2年前もオートミールばっかりでした。私ってオートミールばっか食べてるんだね本当に。ちなみに3年前はコスメ、オートミール、サプリ一緒なんだけど全部、お話し会用のコスプレ、ピン、小説、サプリ、体重計、また買ってるオートミール、サプリ、ヘアアイロン、オートミール。私もオートミール歴3、4年になるかも。結構オートミール長かったわ。あとは天然水、あ、天然水強炭酸水を 500ml の24本の箱買いしてますね。箱買い女してるわ私、すごい買ってた。体重計がいっぱい出てきたのは多分実家用かな、実家に送ったんですよ1回、それかも。すごい、サプリもなかなか多かった。最近サプリやめとったんやけどね、不調が出始めたからまた再開したんですよ。すごいですね。みんなもなんか教えられるやつある？なんかこればっか買ってるよって。私は鉄分とか亜鉛とか、あとカルシウム、マグネシウムも一時期飲んでました。今は飲んでないけど。あとはなんだろう、なんだろう、私なんか、あ、カリウムも一時期飲んでたけどやめちゃった。鉄分と、鉄分、ビタミン、亜鉛は今も飲んでる。私CD、 しゃもじ、しゃもじ、お歳暮、お中元、
私自分にお歳暮買いたい。なんかお歳暮のさ、ちょっといいクッキーみたいな二段重ねのあれ買いたい。売ってますか？あれって贅沢って感じやから自分に買いたい。自分へのお歳暮、うん、あれはどこのメーカーですか？ブルボン。スマホの画面カバー張り替えてすぐ割れるとき悲しい。私今それひび入っちゃった。またしょっちゅうひび入っちゃう。お歳暮デパ地下にあるの？デパ地下？ヨックモック、ヨックモックさ、あの舞台の差し入れシステムでファンの方からのねクッキー詰め合わせのプレゼントでヨックモック一箱もらったので、それが何回かあったんよ。でももう食べきれないじゃないですか、そんな一人じゃ。みんなにさ一緒食べましょうって言ってよくもく配り歩いとったけど、本当は独り占めしたかったですあれ止まらないんだけど。あれそうお裾分けしまくりだったけど、本当は広島までさ多分私4巻ぐらい舞台期間でいただいたんですよ。そう3、4巻いただいて、でもほぼ提供しました。本当は全部持って帰りたかったんだけどね。もうありゃ美味しい。ああいう空洞って美味しいんだよね。塩パンとかメロンパンとかさ、空洞大好き。空洞、そう差し入れシステムはちょっと STU で導入したらみんな激太りしちゃうからダメ。あれはダメです。みんな独り占めしてどんどん太っちゃう。もう毎日お菓子食べちゃう。 NG です。そうカンカンってなんか美味しいですよね。箱のクッキーも美味しいけど、カンカンってなんか美味しいよね。何なんだろうね、プレミア感なのかな。アイドルもさショールームより衣装着てる方がなんか可愛く見えるみたいなのあるじゃないですか絶対もう私だけかもしれんけど、私が日常を話しすぎてるのかもしれんけど、やっぱ大事やな、パッケージというか。ああ優しい言わせたみたいになってる。優しい。クッキー缶大好き、買いに行っちゃおう。バレンタインの方があるのかな、今もあるかな。スーパーに売ってるのクッキー缶って。どこに行ったの？やっぱデパ地下なの？でもデパ地下ってさ緊張するしさ、ちょっとお高いやろ。スーパーにもあるの？スーパーのお歳暮コーナーとかありますか？ドンキ？ドンキにあんの？でもカンカン買ったら食べきっちゃうよな私絶対。早くお裾分けシステムショールームに作ってほしい。一緒に太ろうよ一緒に太ったら怖くない。駅へ？駅へね。お歳暮時期外れ、あ、それを狙ったらいいの？年越しを狙ったらいいの？分かった、そうするよ。もう歌ってますじゃないんですよなんかあの話し会でさパセリ見習ってオートミール生活始めたけどもう飽きましたみたいな人多すぎて
あの最近私がオートミールをここに飾るようになってから、オートミールはね多分同じ胃袋になろうと思って真似してくれたんだと思うんですけど、もう飽きましたって人さ早ない？私のアマゾンの購入履歴を見たか。私はもう 3,4 年オートミール食べ続けてるっていう。お食べなさいよ、まだやってないやってすらなかった。いや、意外といけるんだよオートミール。毎日は無理だった。そうか、じゃあ3日に1回から始めよう。みんなだってさ、アーシャがあるよ。アーシャが来たらどうするよなあ。健康診断とかな。真似できんかった。あら、もう最初から諦めとるわ。オートミール買おうとしたけど、ブラックサンダーのフルグラに釣られて買ってしまった。え、絶対美味しいじゃん、ブラックサンダーのフルーツグラノーラ。え、最高。私もそれがいい。あ、フルグラゼ、あ、フルグラゼ多い。いや、でも 見た目似てるもんね、オートミールとフルグラってほぼ一緒じゃないね、食物繊維の差とかじゃない？誘惑だよね、わかる。グラノーラってさ、砂糖でコーティングされたりするじゃん。誘惑ですよね、勝てないよあれは。私ブラックサンダー大好き。ブラックサンダーとチロルチョコのミルク、これはよく買います、コンビニで。アイス我慢しなきゃって時は代用します。冷たくなければ甘いものいいやって時、今ちょっと冷えるなって時とかはチロルチョコのミルクかブラックサンダーです。おすすめ。ミックスナッツは一時期ハマって一袋、大容量パック一袋食べきったりしとったから一日で、それを毎日とかしちゃってもうやめました。2年前の私はもういません。ちょっとリネの生誕みたいになっちゃった。リネの生誕スピーチみたいになったけど、私は帰りました。危険です、あれは脂質が高い。そうなんです。でも小袋の小分けのやつも少なと思ってまた次の開けちゃうから二軒だよあれは。買わないっていうのが一番のダイエットですね。健康食とかもさ、カロリー 50% オフとか言って普通に2つ食べていつも通りやもんね。こんばんは。なんでこんな話になったんやろ。オートミールの話からか。そうだわ、本当にね、ファミリーパックが一番ぴったりよ、サイズ感的に。大食いちゃんには。そうなんです、家にあると食べちゃうからもう買わないように頑張って我慢しとる。でも生誕終わったら食べちゃおう。ラーメンも食べちゃうんだ。二郎系ラーメンだって食べちゃうんだから。でもダメです、チェキ会もあるんでした。生誕の時のパセとチェキ会の日のパセリが違かったら刺してください。あれなんか丸いなみたいな。ちなみに2日後なので2日後生誕祭、そのまた2日後にチェキ会。やばいやばいやばいですよ。その1週間後クリスマスコンサート、やばい、カメコタイムやばいですよ。ピンチです。間違い探ししてくれんの
間違い探し。確かにカメコタイム久々かも。いつぶりだ？カメコタイムツアーぶりですか？結構久々。夏ぶりですか？もう冬だよ。秋のカメコタイムはありませんでした。もう冬です。冬？そう、可愛く撮ってもらっちゃおう。でちょっとさ、舞台のティザー映像 iPad で見れるかな。やばい、ちょっと髪の毛適当に結んだからボサボサがバレバレや。あんまり下がったらボサボサが出ちゃう。 NBO んぼんぼのチャンネル、あれ、んぼのチャンネル、あ、これだ。え、ちょっと見るよ。やばい、緊張。ファーストリアクションやから。クラップ。やばい、私顔怖やばい、顔怖すぎ。やばいです初日のビジュアル全然違う。あらら、これこれ、おお、縦やってるわ。いやー、すごいすごいすごい。すごい。おお恥ずかしい、全然なんか違う、誰誰って感じでした。皆さん、あの、私の出た舞台の映像のティザー映像、トレーラー映像が公開されてるので YouTube で無料で。いや、なんかこうやってね、改めて見たらなんか恥ずかしい。なんかそのさ、話の流れとかが分からない状態でこれ見られるとさ、なんでこの人こんな常になんかキレてんだみたいな、なんか恥ずかしい。うわ、のそうな、フォエバー、歯出てるよ私歯出てる。やばい、これ最終日の映像がいいです。私最終日の映像見たいですよ恥ずかしい。キャー、みんな懐かしい顔が、懐かしい顔ぶれでした。みんなもぜひ見てください。初日は本番30分前とかにゲネが終わって、みんなやばい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 って始まったから、緊張する間もなく始まったけど、あの、ドキ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 してました。最終日見てほしい。初日見てから最終日の映像とかも見てほしいんだけど。今日私が X にあげた半ズボンサンタが、半ズボンサンタのポーズこれだったの。アロハなのかな、これわかんないけど、サンタさんがこのポーズしてて、わあロックだわーと思って。サンタ
見てほしいな、最終日の映像とか見てほしいです。めっちゃ良いのです。私のインスタストーリーも見てね。3回投稿し直した3回投稿し直しました。めっちゃ間違っちゃって、3度目の正直です。見てください。そう、あの通知いってるだろうなって思ったけど消しちゃったんです、間違いがあって。でそれをまた違うとこ、よし成功したと思ったら違うとこまたミスっちゃって、なんか文字の色、2回目は文字の背景と文字の色と背景の色が同化しちゃって、文字が読めんぐらいの色だったから、やばいこれは誰も読めないと思って3回目投稿しました。そうです、すいません、追消しは甘えだっていうのにインスタは消しちゃって、すみません、どうかしてるぜ。そうです、エレタンさんの TikTok のやつを載せました。ペダルを一緒に踊ったやつ載せたから見てね、みんな見てください。多分私推しの人は TikTok、 TikTok より X の方が多分主流だと思うんですよ。みんなツイッターラーでしょ、ショールーマーでしょ、ショールームとか X の方が多分馴染みがあると思うんですけど、載せてくださったからね、もう今後ないかもしれないじゃん、一緒に過ごせてないから、だから貴重だから見てくださいね。TikTok は、まあ、TikTok はね、流行りのことも知れますし、 STU の公式をフォローしてると TikTok でしか見れないあのシングルのなんていうっけ、リップシーン、リップ映像、 TikTok 限定のリップ映像とかもシングルごとに上がったりするので、あとオフショットとかいろいろ上がるからお得です。でも TikTok の注意点は気づいたら時間が過ぎるっていうことです。余裕で1時間2時間とか経っちゃうから気をつけてください。あと TikTok の流れてきた音源が会議とか大事な時に流れちゃうと思うからそれも気をつけてください。気をつけてね。そう、脳みそに語りかけてくるから TikTok 本当に気をつけて。私 iPad はね TikTok 入れてないけんさ、インスタもちょっと今見れんのやけど、例えばどういうのが上がってますとかちょっと見れないんですけど、私もよくあの TikTok とか YouTube のせいでちょっとあれみたいな、こんな時間なのってなっちゃうから、まあ、TikTok のせいというより自分の時間管理のできなさのせいなんですけど、はい。あとね、最近さ、あの急に TikTok のアプリをつけてるわけでもないのにスマホが真っ暗な画面のまま急に TikTok の音が鳴り出す時があるの。え、なんか急に喋り出したと思ったら TikTok が鳴り出す時があるんですよ。心霊現象かと思ったのこの前。え、共感者いませんか、私だけ。え、ここ最近で2回あった、しかも夜中に急に結構な音量で鳴り始めて、でえっと思って開いたけど TikTok のアプリが開いてるわけでもないし、そう急になるんですよ。めっちゃ怖い。最近なったの初めて。何だったんだろう。ハッキング、それも怖い。
心霊現象よりハッキングの方が怖いよ。なんでしょうか。アプリが重たい時ない。え、それなのかな。そう、スマホ買いに行きたいけどさ、ちょっとスマホを買いに行く時間はあっても、買い替えた後に設定とかする時間が今取れないから、レッスン動画とかはさ整理しなきゃ、私その整理時間が取れないから今行けないよ。来年だね、全部来年だわね。何、電話鳴ってないのに勝手に、何鳴ってた、怖い、それはお化けだよ、それは怖い怖い。怖すぎです。ブルブルガクガク震えて眠れ、ブルブルガクガク震えて眠れ。サヤン店長にパセリの服を選んでもらうのはどうですか。もうすでにねいるんですよ、前回の広島でサヤンの一日店長行ってパセリの服選んでください。もうそれをした人はいるんですよ。こんばんは。みんなお化けに気をつけようね。お化けは夏のイメージやけど、冬も怖いです。電車で誰か音鳴らして動画見てるわと思ったら、自分のカバンの中でパセリが喋ってた。パセリカバンに閉じ込めないでもらってもいいかな。今日さ、レッスン場でさ、急に電話が鳴り出して、え、どこどこ誰誰みたいな思ったら、あのレッスン場の後ろの壁のね一番高いとこにカメラをね挟むスタンドがあって、そこにマネージャーさんのスマホを挟んで動画撮るんですよ。レッスンの最後に今日の動画って後で送るように撮るんですけど、ずっとマネージャーさんの携帯から待ってた。え、どこどこどこと思って、そう、え、ないじゃんスマホ、え、どこと思った。上でした。電話、でも電車系とかさ、静かな場所で、あの七並べとか YouTube とかショールームとか気をつけてください。特に七並べ、 STU48 の七並べ気をつけて。マナーモードでお願いいたします。公演中もね、ライブ中もね、マナーモードで。トンネルだよ。おもろい、七並べのアプリトンネルだよって、トンネル入ったらおもろいけどね。バーストしちゃった、パス。対戦よろしくお願いします。電車内でボトル勃発しちゃう、気をつけて。気をつけてね。17ライブは内容不明です。でも可愛い衣装を着るんだ、楽しみ。見てね、近づいてきたら。私は来週の人だから、このメンバーが先に配信してるの見て、お、こんな感じかってつかみますね。私も、みんなも合法に浮気してください。悔しいけど合法浮気の時間です。はい、私は来週です。そうなの、
ゃんと帰ってきてよね。予習と称する放牧、そうです、放牧中、視察、そう、しっかりレポートを提出してください。シュタンプ、私の推しシュタンプはセンキューです。センキュー、一番推してるセンキュー、がもうよくできましたのシュタンプを使う機会が減っちゃって悲しい、とても悲しいです。そう、お決まりさんの入れてるの、私七並べ、やばいやばい、板そばから私鳴らしちゃった、 STF 当てたの七並べ鳴らしちゃったよ、今聞こえなかったかな、私が今言ったじゃん、鳴らすなって、アップデートしてくださいって言われた、アップデートしてほしいそうです、後でする、今充電がもう充電の減りが早すぎてもうないんです、あとちょっとしか 15% しか、後でします、また切れちゃう、ワンワンワン、17アンドロイド版がダウンロードできない、そうなの、仲間はいますか、どうしてだろう、アンドロイド版、アンドロイド勢で17ライブ入れれたよって方、もしくは同じく入れませんでしたって方いますか、できない、どうして、アンドロイドにも人権をください、どうしてですか、あ、そうなの、今できないっぽい、待ってて、でも大丈夫、安心して、来週の木曜日まで大丈夫だよ、パセリが配信するのは、そうなのか、明日もしかして原田さんですか明日てんてんてん、明日もしかしてピアちゃんですか、そうだよね、もう他のメンバーは始まるもんね、明日までにそのバグが終わるといいけど、恐ろしいです、タイミング、私の日まで治ってるかな、なんで私が明日さやかりんって知ってるかっていうと、今日さやかりんが今日レッスン上で配信あるっていうの喋ってるの聞こえたから、あ、さやかりんあるんやと思って、ただたまたま把握してました、さやかりん以外のメンバーはまだ把握してない、たまたま今日把握してたのがさやかりんやったけど、図星でしょうか、図星でございましょうか、リンゴ中心、アップル、でもさやかりんのリンはリンゴなのに、リンゴのリンなのに、やっぱアップル、アップル、アップルってすごい、ピョン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 、みんなできないのか、でも仲間がいてよかった、個人の理由とかじゃなくてよかったけど、明日までに治るといいね、大丈夫かな、
え、今日からなんですか、そのバグは。今日からだったら明日には治りそうではあるけど、結構続いてる感じやったら明日危うい。こんばんは。やあ、やあ、半まで配信しようかな。ちょっと時計を見てびっくりした。半までにしようかな今日。アンドロイド人権ないケース。アンドロイドでもさ、画質めっちゃ良いでしょ。アンドロイドってどういう時にダメなの、アンドロイド。こういう時か。今か。いや、でもこれはタイミングの問題や。アンドロイドやりたかったゲームインストールできなかった。あ、それはありそう。確かに対象外とか。私もさ、あるよ。あの、かわいい鍋と思って買おうと思ったら IH 限定みたいな、 IH 対応みたいなやつとかね、ガスコンロはダメだよみたいなとか。うん、 IH に嫉妬したこともありました。配信の長さで推しの体調を知る。そう、でも今日は言っても始まるの遅かったから1時間ぐらい。もっと喋りたいけど、しばらくはこんな感じになっちゃうかもしれません。だから朝と夜とできたらいいんだけど、昼は多分難しいから、朝と夜とできたらいいんですけど、ちょっと意外と朝も早かったりしたり寝てたり。できる時間がちょうどみんなお仕事中かなみたいな、学校中かなって時間だったりして、何かとタイミングが合いません。タイミング、またできる時にしてくから、みんなも個人の生活を大事にしてくださいよね。本当に自分優先でね、自己中に生きてください。自己中すぎる人は NG なんですけど、あまりにも自己中、どうして僕の仕事終わりの時間に配信をしてくれないですかって言われても、ちょっとすいません、みんなの意見は聞けませんってなっちゃうんですけど、さすがにね。だけど、あの、自分を大事にしてください。人に迷惑がかからない自己中ぐらいでお願いします。よろしくお願いします。最近あんまりコメントしないけどちゃんと見てる。確かにちょっとモチベーションしっかり保ってください。自分のペースでチュルルルンルルン。私 STU で一番好きなシングルは息をする心か重恋かなって、この前ショーケースライブの時に思った。重恋素敵と思って、歌詞もこのテンポ感も素敵と思った。でも息をする心もね、自分の初選抜シングルっていうのも除いて、それを除いてもなんかすごく支えられた歌詞やから好きです。カップリングやったら月と僕と新しい自分が好きです。めっちゃタイプドタイプソングでも、青春かけ駅停車とか、そして僕は僕じゃなくなるとかも好き。あ、でも無謀も好きだ私。ちょっと待って、好きなシングル無謀も好き、全部好きやけど、全部好きなんだけどね。風待つとかもいいしね、暗闇とかもね、大好きな人もね、もう全部いいんだけど、強いて言うなら、でも一番は選べない。どれも良いんですよね。
きっと僕と新しい自分はこの前初披露して個人的それでわあこんな歌詞やったんかとか思っていっぱい新幹線4時間ずっと聴いてただけあるでしょ東京まで向かう新幹線の4時間ずっと月と僕と新しい自分とスウェッティースメルを2曲リピートして聴いてました。なぜかというと初めて披露するあの少人数で披露するの初めての曲と初めて披露する曲だったからちょっと歌詞をしっかり復習しようと思ってずっと聴いとったらもうハマりまくり闇に覆われね全部いい曲だから選べない選べません。他にも好きな曲いっぱいあるもん。もっと知られてほしいなカップリングもね、シングルもだけどカップリングもっといろんな人に知ってもらいたい。 STU 以外のさ48グループファンの方にカップリング聞いてもらえる機会増やしたい。やっぱ YouTube なんですかね MV とかなんかなカップリング知るのはね、かライブかライブ行ってもさえこの曲好きと思っても帰ったら曲名わからないってなんかあるあるじゃない。曲名紹介やってもさどの曲がどれかわかんなかったりしてさね初めてとかだとより難しいよね。MV じゃあ笑顔のチャンスはたくさん知ってもらえたらいいな。 MV 神様とか神様も飽きてくらいにふう。いろんな曲たくさん教えてください。まずは笑顔のチャンス笑顔のチャンスの衣装がかわいい。セトリじゃあこれからもライブの後はセトリ送るようにするね。セトリちゃん僕はこの海を眺めてるいいよね。人間関係得意な方じゃなくて私の歌や私のことパセリ紹介の歌人間関係得意な方じゃなくて映画ちゃん船降り自然淘汰が好きです。ソタローソングソタローセンター曲好きなれこの前初めて2キリやったんですよフェスで。あのね好きなれの最後のポーズはジョーンって瀬戸マイクポーズをしてるんですけど瀬戸マイクっていうマイカーができる前にあったユニットのポーズセトマイクの曲だからセトマイクポーズなんだけどこの前の2期のそのフェスの時はじゃーんギャルみたいなポーズでも2期ポーズ2期って終わりました。みんなで1列になって6人があんまりアイドルのステージでピースとかすることないじゃん。こういうポーズとかさ写真撮影ぐらいでしかしないじゃないですか。ギャルかと思った。そこもなっちゃんもいたし。ギャル。ピアール舞台の時はこれあった気がする。ピアール舞台ポーズした気がする。じゃーん。じゃ。あ、28分。もうお別れの時間かも。パの生誕で、あ、そうだよ。パの生誕でも披露しますよ。僕はこの海を眺めてる。披露しちゃうよ。お楽しみに。ではそろそろ終わりたいと思います。皆さん明日私17時5分から NHK 広島こいらじ生放送を出演するのでぜひ聞いてください。お便りも
本番中もどしどし番組終了までお待ちしてます。生放送だからずっと募集してます。お便りテーマは今年の漢字どんな漢字です。皆さんの今年1年の漢字、漢字で表すとどんな漢字っていうのを送ってください。本当にもう自由です、何でも自由、どんなお便りでも自由なので、コンプライアンスを守ったお便りよろしくお願いします。それでは壇上読みたいと思います。壇上タイム。13位カメさん、12位カズさん、11位トニさん、10位しんいちさん、9位カイちゃん、8位アルテミスさん、7位ミックさん、6位風邪が治ったボーレおじさん、治ってる完治、5位高反発さん、4位いっちゃん、3位福ちゃん、2位 G2 さん、1位ゆさなこさん、ありがとうございます。ありがとう。それでは皆さんぐっすり眠ってください。ぐっすり眠ってね。おやすみなさい。ありがとうございました。